はい、ゴールデンウィーク合宿4日目、1本目です。はい、OK。 はい、コース1本目。はい、OK。コースいいぞ。はいよ。ただこう浮いちゃダメだからね。はい、雪面から板離さないように意識してごらん。はい、ゴー。しっかり手を前出してこい、手を。昨日のミーティングで言ったぞ、しっかり手を前出して。左手が後ろ行っちゃうぞ。スピードはかなり上がってきたな。はい、石田さん。はい、どうぞ。オッケー。はい、あら、オッケー。足首緩めないよ。よかったですよ。ちょっと体が内側に入っちゃってるんで、もうちょっと頭がいいと。次、福井です。お願いします。はい、福井さん、オッケー。ね、今まだ立ってるからね。はい、ちょっと待って。はい、オッケー。はい、なんやさん1本目。次行きます。お願いします。はい、オッケー。めっちゃいいっすよ。はい、みのり2本目。はい、見たらいいよ。浮かしちゃダメだな。こい、構成2本目。はい、OK。 コーキー行きます。お願いします。待って、あの圧溜めたものがギャンって返ってきてくる、返ってきてるから、すごいいい感じよ。あんま外行かないでね。ほら、当たってこい、ちゃんと。はい、OK。 やってこい。はい、お願いします。はい、ちょっと待ってください。おやさん。はい、ちょっと動作にどうか次上上がったら、なんかちょっと外形作るエクササイズやってほしいです。なんか指示してもらえますか？ OK。 はい、ちょっと待ってください。はい、横山さん、OK。頭内側入れないように注意してくださいね。OK。はい、あのラインドにね、ただただ縦に行くんじゃなくて、アウトからインを切り込んでくるイメージでいってみよう。よ。頭の位置を、足首、かなり、曲がってる感じの。
ル花です、お願いします。はい、花、頭の位置ね、一歩外だよ、ありがとう。そしたら6時間、6時間50分とか何屋さん2本目失礼できます、お願いします。さあ行きます。ちょっと抜けた時あったけれども、ちょっと回った時あったけど、基本的には今のところ コース3本目横に行くな、横に行くな、そうって大きくなさい、お願いします。はい、どうか、OK、なんでずらすんだよ。はい、アドムです。なんでねえ、なんでエストです、お願いします。コキ、なんで。はい、OK、どうぞ。板振らない。そうか、よかったよ。板ずらすな、絶対。早いタイミングで終わった。こういうのして終わった。お疲れです、お願いします。お疲れ様です。はい、OK。起こしながら行きましょう。はい、ちょっと待っててください。はい、横山さん、OK。加藤レニーです、お願いします。はい、加藤レニーよ。あの、もう少しさ、お手手前出して滑ってごらん。ね、お手手前出して、すねしっかりぐーっと踏んでこい。おい。上に抜くなよ。腰の向き、目線、しっかりターン方向に向けながら入っててみようか。はい、なんやさん。全然こっちの方がいい。全然違う。さあ行きます。早く、ちょっと待ってね、その。くれ。はい、構成。サスキです、お願いします。いいぞ、タイミング早くしなさい。スピード上がってくるんだから。フォーカーです。フォーカー、ちょっと待ってて。待って、来い、ちょっと。はい、どうぞ、いいよ。よろしくお願いします。はい、OK。 打ち手の位置良くなってきたぞ。失礼、横山です。はい、横山さん、OK。お、かなり良かった。はい、ちょっと待って、いいよ。
オッケー、オッケー。さあの頭の位置バッチリ。さあの位置バッチリ。ような感じ出していいので、ちょっと外足送り出しましょう。ぐーっと前に、前方向に。はい、お願いします。はよー、川口花です。お願いします。花、足首しっかり意識してごらん。足首ね、もうちょい足首しようぜ。振り返りで、もうアイナイン屋さん、アイノハラさん、5本目サボリンです。お願いします。入れるよ。中原です。お願いします。はい、OK。腹筋入れた？どうだった？次、福井出ます。お願いします。はい、福井さん、OK。外側にぐーっと体重乗っけてごらん。よかったですよ。頭の位置も足首の感じもすごい。そんなそのまま行きましょう。そう、あの全体的には OK で、ちょっと遠いシートが辿ってしっかり感じていきたいと思います。あとの風の感じがすごい。はい、追いつかないタイミングで出ていいよ。お願いします。ちょっと待ってて。はい。はい、みのり5本目。さあ、行きます。はい、OK。カズキ、マイクなってきたな。お、そうだそうだ、いいぞ、OK。はい、野原さん。カトリーヌです。お願いします。はい、レーナ、オッケー。鼻にすごいですね。これで、もうちょっとスキーと腰を整体させるようにしてますから、少し腰が上からまで、お願いします。はい、オッケー。オッケー、レーナ、今のプラス、腹に力入って、ちょっと安定はしてきてるから。次、吹いてます。お願いします。両足首しっかり曲げて、両方の足首。内膝しっかり一緒に倒してごらん。そしたら切り替えでもう一つ前に出ていくように、ちょっと真上から、もう一つ前、ちょっと前半が持ってくる。はい、ここいいと思います。今全然離れすぎてなくて、ちゃんと外スキーのトライからグリップしてで、お願いします。入ってくる感じがすごいいいと思います。この感じでいきたいと
セットガゴ1本もね。お会いします。これもう一回見て。はい、ちょっと待って。はい、その、さっきのタイトのラインしっかりいいですけど、よっ。はい、OK、お願いします。はい、OK。どこで？お願いします。はい、OK。つけるかなと思うので、ちょっと外出過ぎなので、もう少しインついていきましょう。はい、OK。セット外国日本に。はい、行きます。はい、みその、いいよ。しっかり上腕にポール当てながらだよ。ラインしっかり考えて。長く乗ると、やっぱ外側行っちゃうからね。はい、お願いします。はい、ちょっと待って。はい、よ。今ぐらいの感じ。とかです、お願いします。はい、OK。そうです、お願いします。はいよ。前に向かって。ね、とか。はい、じゃポール過ぎてから板横にしない。ね。もうポールの上からぐっとすね入れてきなさい。すねぎゅっと強く踏んでこい。10日の体重を思いっきり外側にかけなさい。はい、OK。はい、はい、いいよ。レイニー。じゃあ、ヒルクレー、お願いします。はい、OK。ただ、前、切り替え違うよ。もうちょい前に向かってます。このさ、両手まず前にしっかり出しな。しっかり構えて。横山です。はい、横山さん、OK。おなかにしっかり力入れて、さあ、入っていきましょう。はい、ストップ。もうちょっと足揃えよう。はい、ちょっと待ってください。OK。OK。半周はじゃあ、それで OK で、さて、腹筋にとってちょっと。はい、腹筋では、お願いします。お願いします。あら、オーバーのコーチに聞いた？聞きました。OK、いいよ。
山さん、かなりいいんですけど、結構たまにこう打ち越しが気になる、うん、めっちゃいいじゃん。ユウ、今のはいいよ。すごいここで。はい、行きます。スキーがガンガン走ってるからさ、よかった。ちょっと待ってみかな。はい、オッケー。どうよ。はい、更新。だろ？お願いします。そこだけ、はい、OK、 コーヒー行きます、お願いします。はい、そうだ、どうか、いた振るな。カズキ、良くなってきたよ。いい、もう一つタイミング早く前に、前に両手出して立ち上がれ。良くなってきたよ。すねから離れちゃってんじゃない、ブツが、うん、どっち、コースも良くなってきて、離さないで、離さないで、ずっとくっつけてこい。 OK、 お願いします。離いよ、今度。はい、よし、OK。 ねえねえ、良くなってきたんだけど、ターンの後半少しすねを入れろ、だからすねを入れろ、長くなりすぎた。頑張ってます。こちょっと待ってください。はい、OK、OK、非常にいいです。かなり全日本マスターズ出ませんから、真面目に。やめて、花です。お願いします。全然戦えるし、表彰台の可能性ある。はい、花いいよ。今の方が全然いいと思います。ね、お尻まんま回んなかったし。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、OK、OK。だいぶ外腰もこう下がって打ち腰上がる感じも出てるし、はい、前に出ていく感じもあるし、はい、非常に良いです。はい、ナインヤさん、下げ下がってます。すごいちゃんと後半動きが出てていいと思う。はい、ちょっと待って、いいぞ。はい、みそのオッケー、どうしても離れるぞ。ちょっと分かってきた、ちょっと分かってきたじゃん。タイトな、タイトっていうか、後半にこんなにやりたいにってこう乗り過ぎちゃうときだけはやっぱり、あそこだけはやっぱり見つけるから、そこはやっぱりこう、コウセイ、ちょっとお腹潰しすぎ、もう少し胸を起こしてごらん、ね、ちょっと待ってろ。コウキ行きます、お願いします。いつも話しちゃうからさ、ただ前方向にしっかりガッと押してこい、ちゃんと。はい、そうか、よかったけど。カナです、お願いします。はい、花 OK よ。危ない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 、いいぞ。もうちょい切り替えるとき前に、そなら大丈夫、もう得意分野だから。最初に覚えたから。はい、横山さん、 OK。 なんかケツの位置が変わらないな。あ、でも
今の感じで、もう一回行きましょう。大丈夫か、ハマ。オッケー、もう一回行け。はい、オッケー。なんか降ってきたぞ。お母さん、オッケー。かなりいいです。ちゃんと足首も入ってるし、さっきの足開いちゃったの。花。そしたら、花と同じエクセス。内側を突っ張る感じ。今滑ったのが5本目ですよね。そう、次先頭から6本目。